どうもハルカットです。皆さん相談のシーンのゲームはやっていますか？面白いですよね。そこで今回は伝説ポケモンの巨大マックスのファーアートがすごすぎる件について話していきたいと思います。では関係ないけど、最近ファーアートを紹介するっていう企画多いと思うんですけど、これからもどんどん素敵な絵皆様に紹介したいと思いますので、この企画も楽しみにしててください。というわけでよかったら最後まで聞いててください。伝説ポケモンの巨大マックスの姿がかっこよすぎる件について、今回紹介するのは伝説ポケモンの巨大マックスの姿です。前回の V2 の巨大マックスを描かれた海外の方のファンアートなんですが、前回の V2 以外にも素敵な絵たくさんあったので、またご紹介させていただきたいと思います。また今回紹介する他にもインスタグラムにはたくさんの巨大マックスの姿のファンアートを載せられているので、よかったら概要欄から飛んでみてください。それではご許可いただいてますので、順番にご紹介していきたいと思います。まずは鳳凰の巨大マックスの姿です。こちら、やっぱり伝説ポケモンだけあって迫力がすごいですよね。かっこいい。こんなの出てきたらめちゃくちゃテンション上がりますよね。もしくはこの世の終わりかと思う。次はセレビーの巨大マックスの姿です。こちら、森の神様と言われているからか、角と手が木っぽくなっててすごいですよね。羽も増えて強そうな感じになりましたね。森の奥に潜んでいるボス感ありますよね。次はエンテイの巨大マックスの姿です。こちら、闘志あふれる感じがめちゃくちゃかっこいいですよね。尻尾とかからも炎が出て細かいなと思いました。なんとなく立ち姿がスフィンクスみたいだよね。次はライコーの巨大マックスの姿。こちら、パッと見あまり変わってないかなと思ったんですけど、よーく見ると頭に角が生えてたり、足に巨大マックスの雲っぽいものがついてたりして、かっこいいなと思いました。次はスイ君の巨大マックスの姿です。こちらも角が生えてて強そうですよね。目が赤くなって覚醒してる感じがかっこいいと思いました。ゴー君のスイ君、これに巨大マックスしないかな。最後はルギアの巨大マックスの姿です。こちらすごい、なんかウルトラマンみたいな赤いのが胸についていますね。背中に輪っかもついてるし、めちゃくちゃ強そう。今回紹介した中では僕はこれが一番好きです。すごく強そうですね。レイドバトルでも勝てなさそう。あのミュウツーのレイドバトル思い出すよ。以上ですが、どうでしたか？どれも本当に実装されそうなぐらいクオリティ高かったですよね。皆さんどのポケモンが一番好きでしたか？感想などもよかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで伝説ポケモンの巨大マックスの姿についてでした。今回紹介した他にもたくさんあったので、また別の動画でご紹介したいと思います。お楽しみに。ちょっとでもこの動画ショットタッチャンネルでよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グリー。